し、おそ松さんをね、全く知らない俺が、おそ松さんのアプリをね、ちょっとやってみようかなと思います。めっちゃイケメンだね。おそ松くんって言いそうになっちゃうな。おそ松さんだね。こう、パチンコと競馬が生きがい。俺の知ってるおそ松くんじゃないの。常に自分の世界に浸り、かっこつけてる。お、なんかちょっと普通っぽい。常識人。ポンコツか。あ、危ないやつ。マイペースで高速してる。猫が友達。あ、もう絶対やばいでしょう。十四松。非常に明るく、非常にバカ。なんかよくわからない。こんなになんか性格がなかったもんな。みんな知ってるおそ松くん、かわいそう。要するに末っ子トッティ。あ、この末っ子がトッティって言うんだね。でもなんかなるほどね。こうほんとバラバラの性格にちゃんとなってんだね。こんなんじゃない。なんかみんな同じキャラクターのような、なんかそういう記憶しかないんだけどな。ゆめこちゃんが、トトコか。ゆめこちゃんってなんだっけ。トトコちゃん、いやね。あ、ちびたもなんかもうちょっと小さかったような気がするんだけど。あ、こんなやついたなぁ。だよん、謎のおじさん。どんなやつだったかな、全く覚えてないな。あ、デカパン。デカパン先生じゃなかった。こんなに上だったかな。あ、カタボ。カタボもなんか、ちょっと背が高い気が。大丈夫。ちゃんと起動するかな。ダメかよ。ダメだ。もう、なんだよ。終わります。ごめんなさい。